は、そうですね、やっぱりメンバーも去年から大きく変わって、まあ、新鮮な形になって、だいぶ去年からいる自分が最初はやっぱチームのやり方とか、まあ、だいぶ分かってるので自信もついてたので、それが自然と動きにも出てたので、まあ、コンディションはとてもいい感じで試合に向かって、やっぱり2年目なので今年は試合に絡んで得点というところでチームの勝利に貢献できるように開幕に向けて準備していきたいと思います。やっぱ自分の特徴であるスペースへの抜け出しだったり、ゴール前でのシュートのパンチというところはどんどん出していって点取っていきたいんですけど、まあ、合わないことも多いと思うんですけど、まずはストロング出していって自分の良さっていうのをみんなに知ってもらえるように私は頑張っております。去年、成し遂げ、去年 J1 に残留できなかったけど、今年は絶対に1年で戻れるように、サポーターの皆さんと笑顔で終われるように頑張ります。お願いします。まあ、本当に合流して、まあ、キャンプ、コーチやって今、宮崎に来てますけど、徐々にチームでやりたいコンセプトっていうのは分かってきましたし、まあ、その中でまだまだ足りない部分を自分から求められるように、まあ、チームにいいものを還元できるように、このキャンプでしっかり積み上げていきたいと思います。まあ、まずはどんどんそのチームとしてボールを握っていくことができたので、まあ、ミスを恐れずチャレンジして、まあ、周りをつながして、そこをどんどん捉えていければいいかなと思いますし、個人としてはまあ、ゴールにかかれるように、しっかり結果にこだわってやっていければいいかなと思います。本当に J2 昇格するためには難しい戦いもたくさんあると思いますし、まあ、その中でもしっかりチームで一体となって、まあ、必ず J1 昇格できるようにこのキャンプからチームを作り上げていくので、まあ、一緒に戦ってくれると思うところが強いですし、選手の後押しになるのでよろしくお願いします。はい、いい雰囲気の選手たちが持っているなと思いまして、ね、テクニックっていうのが、まあ、リモート上はすごく、ね、ありなと思ったんですけど、まあ、実際に選手たちが、まあ、前からいた選手、新しく入ってきた選手ともともすごく、技術的に高いなというのが正直な印象です。若いチームに新しい選手が、入ってきて、すごく、楽なチームになっていくのかなと同時に、そこの中でやっぱり私たちは、それと同時に徳島がいるべきだと、それくらい J1 に変えるだろうと、 J1 の、チームにいるということが大事なので、そこの確実に近づけるように達成できるようになっていくで、新しい選手、新加入選手が、の割合が多いので、僕たちのアイデア、そして英語の選手のアイデアです、ダンプワークのサッカーのアイデアというのを植え付けていきたいと思います。と同時に、この中で、昨年から残っていただいた、選手と新しい選手の一致団結すること、そういったもののコミュニケーションというのをたくさん取って、そういう、団結するチームというのを、できるように努力していきたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。